こちら軸、池袋チーム、異常はないか。ああ、問題ない。今ちょうど救助活動を行っていたところだ。池袋チームは私が命に代えても守ってみせる。任せてくれ。心強いな。新宿チームのこともある。何か異常事態があったらすぐに報告するように。そういえばマッシュ君とさっきから連絡が取れないな。それを早く言ってくれ。どうしよう。道に迷っちゃった。連絡も通じないし、早く駅から出なきゃいけないのに。あ、人がいる。すいません。道に迷ってしまって、駅から出たいのですが。東京の人は冷たいんだな。引き返して別の道を。このスピード、もしかしてゲームキャラ、あの人の敵か？一応聞きますが、出口までの道知ってませんか？変なことがたくさん起こるな。早く合流しないといけないのに。早く出口を出してもらえませんか？開いた。よかった、外に出れた。お、やっと繋がった。マシュ君、大丈夫か？ええ、平気です。地下鉄で迷っちゃってて。地下鉄？それ8番出口じゃないか。よくすべての異変に気づけたな。異変？何のことですか？僕は出してほしいとお願いしただけですが。そうなのか。ああ、なるほどな。8番出口にとって1番の異変は、君という存在そのものだったというわけか。ここら辺でさっき悲鳴が聞こえた気がするんだけどな。やべえぞ、あいつ。早く逃げろ。お、いたいた。でけえな。倒しがいがあるぜ。さ、全然効いてねえじゃないか。私がガラキに、くそ、あいつが来る。私が来た。いやー、あの敵と戦いながら人々を逃がすなんて君は立派だ。怪我も大事に至らなくてよかった。別にお前の助けがなくなって俺は勝っちゃう。私は他のゲームキャラを探しに行く。話聞けよ。足を怪我しているんだから、あまり無理するなよ。たく、俺も敵探しに行くか。あ、なんだお前、もう戻ってきたのか。やっぱりこの程度じゃ効かないってか。うわ、確かにあんたは強いけど、親父に比べたらどうってことない。おお、すげえな。ドンキーコング半魔くんが倒したの？ええ、まあ。なんだ、半魔くん、物買いに来れて。マジか、あの一瞬で全部焼き尽くしやがった。大丈夫、みんなの避難は済んでるから人は巻き込まれてないはず。あいつがどっかに行く前に俺がこれ倒す。あんなモンスターあんただけで倒せんのかよ。頑張ってみるよ。あっちがモンスターなら、俺は怪獣だ。よし、効いてる。このままゴリ押すれば。まずい。姫野さん、あちー。え、生きてる。あいつの火力は高いが広範囲で遠距離型。なら、鼻の下に潜り込む。おら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 。よし、このまま。やばい、この距離で当たったらさすがに。私が来たー。オールマイトさん、それは瓦礫に埋もれた電池を拾ってきたんだ。ちょうど槍みたいな形になっているからな。これをお見舞いしてやる。これであとは一体だ。気を引き締めていくぞ。姫野くん、半魔くん、何なんだ君は。私が二人、さっきさくらさんが倒れてるのを見ました。おそらく奴の仕業でしょう。二人で倒すぞ。マッシュ君、これはまずい。私は私が倒してやる。力比べだ。うわあれだけやってもまだ倒れないのか。何、マッシュ君、危ないか。大丈夫か。仕留めきれなくてすまない。少し待っててくれ。あと少しで。オールマイトさん、オールマイトさん、僕は必ずゲームキャラを殲滅し黒幕を倒します。みんなの仇を取ります。必ず。どんなに考えても黒幕の目的がわからないんだ。東京を破壊したいならミラボレアスだけでことが済むし、
東京の機能を失わせたいなら、こんな派手に大勢で暴れなくたっていい気がするよね。これじゃまるで、アニメキャラをあえておびき寄せてるみたいだ。僕らはすでに、黒幕の手のひらで踊らされてるのかな。